日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと、そして電話では函館の木津記者にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくね。お願いします。はい、あの声があんまり聞こえてないんだけど。あ、よろしくお願いします。あ、はい。ちょっと怖い間がありましたけれども、はい、お願いします。はい、まずは、よろしいですか。まずはですね、先週のおさらいからいきましょう。プロキオンステークスです。まあ、いったな。なかなか難しいレースが続きますよね、重賞。はい、でも終わってみれば、はい、本当に実績上位の馬ばっかりなんだよね。そうですね。こう買いにくいんだよ、確かに。右回りのサンライズノバ、はい、初ダートのエアスピネル、うん、そう、本当に。でまあ山にアンプリメだって買いやすいわけではないけども、うん、でもよく考えたら G1 連対馬ばっかりなんだよね。そうなんですよね。まあエアスピネルはもちろん芝ですけどね、はい、もう本当格が物を言ったレース。そうですね、うん、なんかあこんなにこうすんなり決まるんだなというか、あのこう夏はやっぱりね、こう新しい者たちとの対決みたいなのもあって、うん、ついあの気をてらってしまうというかっていうところがあるんですが、結局は実績上位馬でしたねっていうところでしたよね。夏は格より勢いとか言うんだけど、うん、本当に格だけで決まったような、はい、そうですよね。はい、また前がやり合ったよね、結構ハイペースで。そうなんですよ。まあラプタス自身は、まあ、自分の競馬できたとは思いますけど、ちょっとあれでしたよね。やっぱり57秒台でいってはちょっと残り目はないかなと。はいはい、はい、そうですね。まあラプタスしかり、私の本命もしかり、はい、まあ、あと七夕賞もなんか、はい、難しい結果でしたな。まあ結局はクレッシェンドラブということでね、うん、福島といえばそうですよねっていうところをね、そうね、信用しきれなかったことがダメですね。まあ結局何に重点を置いて予想するかで、大体方程式がいつもなんか狂いがちなんだよな、はい、そうですね、難しいっす。難しいですね、本当に。夏競馬は、はい、ということで私も苦戦してます。ラプタスも沈没ということで、はい、もうシーズン18の結果、もう本当にもう50歩100歩マイナスのっていうところですね。うん、はい、なのでまあ今回はもう一発長打、はい、まあ別にこのために一発長打狙うわけではないんですけど、はい、まあ本当一発長打だったら中京記念でもいいんだけどさ、18頭いたら当たんないじゃん。そういう理由ですか。いや、そういう理由ではないんだけど ね、 ですよね。あの私はもう中京記念だろうなって思ったんですよ、うん、はい、まあでも函館ももちろん予想はしますので、はい、まあ中京記念なんて記者にとってはもう外国の競馬みたいなもんだろうけどね。あ、そうですね。そうですね、まあ、16頭でもあんま変わんないと思うんですけどね、何回っていう意味では、うん、そう、函館記念で参ります。はい、ということで函館記念です。そう、何回なんだけどね、でも、はい、木津君の印と私の印、実はすごい似てんのよ。あ、同じ馬たちに黒三角か丸か二重丸かっていうところですね、うん、上位4頭の組み合わせは全く一緒で、はい、木津君の黒三角、僕が本命、はい、僕の本命木津が黒三角と、はい、まあ、まずお天気どうですか。東京金曜日半袖じゃ いられないぐらい寒いんだけど、はい、まあ函館も今週は寒くてですね、はい、ほぼ天気は曇天というか曇りで、うん、昨日今日晴れててですね、ところが日曜日の予報がちょっと崩れ出したのがちょっと気になりますね。ああ、曇りかと思ってたけど、はい、だからちょっと雨マークがついてるんでっていうところですね、はい、ああ、まあ
そんなに降らないのかな、うん、まあ、量は降りそうもないんですけど、ともかく変わるんでね、函館の天気っていうのは。そうですね、変わりやすいですもんね、うん、はい。まあすぐそばに海だしね。まあそうですね。まあでもいい環境で仕事できてますね。今年は雨が多くてですねあ、でも雨が多いのはもう函館今に始まった話でもないでしょう。いや今年は多いっすわあ、そうなの。そう、はい、カッパ新品買いましたから。あ、本当ですか。はい、カッパ代ぐらい当てたいですね。いいカッパ買っちゃったんで、ね、そうですね。いいカッパはい、あるんですよね、良し悪しは。僕らからすると ありますよね。なるほど、はい、はいはい。じゃあまず本命トーラスジェミニ、トモエ賞の勝ち馬ですけど、はい、前走後の具合がすごいいいですね、気配というか。ああ、なるほど。うん、まあこちらに来てからは、あの厩舎の所属である山田騎手が毎日乗ってるんですけども、はい、まああの結構攻めてるんで、でまあ中市なんでね、そんなに攻め調教はね、今週なんか馬あの巴賞を使ったチームっていうのは割と軽めというか、はい、そういうのが多いんですけど、最後もステッチ抜いて攻めてきたんで、はい、でまあ聞いたら、うん、その具合が良すぎてね、今ちょっと太りそうなんですって。そのぐらい具合がいいと。でまあ担当の方からもうびっちりやってくれって言われたんでやりましたっていうようなねコメントいただいたんで。そうなんですね、まあ、はい。あとスチルエットもあれですね、スキッとしてるというか、はい、余計な肉が取れて、まあ前よりね体出方なんか減ってるんですけどね、490キロぐらいで走ってたことあるんで、はい、でもあの無駄肉取れて今すごいいい体つきになってます。うん、さらに上昇って感じです。前回よりもなんかね、エプソムではもう最低人気で3着に入ってこうフロッかなと思ったら、トモエ賞でねしっかり勝ち切って、あ、これは実力かっていう ね感じでしたけど、今回も本命ということですね。そうですね、なんか鞍上も完全に手の内に入れてて、はい、あのずっとね同じラップで走らせるっていう技術をこの馬ではやってくれるんで、11秒台で全部刻んでくれたって担当の方も完全に信用してるという感じなんで、ああ、はい、まああの逃げ切り、うん、まあ去年もね逃げ切りみたいなもんなんで、まあ、ともかくね前残りが多いんですよ、函館競馬の B コースになると、うん、なるほど、はい、そこが一番はいはいですね。去年先週なんかほとんど先行馬が逃げ切りだったんで、うん、はい、中長距離はまあ前止まんなかったね、はい、そうですね、もう顕著に A から B に変わったらこんなになっちゃうのかっていうぐらいなんで。なるほど、はい。あと枠もねギリギリいいとこでしたね、まあ、ちょっと入ったら脂肪なんですけど、はい、はいはい、まあ黄色ならまずはなんとなく大丈夫かなっていう感じですね。ここなら D 大丈夫ということですね。はい、トーラスジェミニ。そう、枠で言えばね、あの本当今木津記者が言った通り、はい、16頭立ての場合黄色までなんだよねもう本当にじゃあトーラスジェミニはギリギリですね、うん、はい、あの過去10年間で、まあ、2桁馬番、はい、まあ、2桁というか、まあ、10番入れちゃ今回都合が悪いからじゃあ11番より外にしましょうか、はい、10年にジャミールが2着、これまあ一番人気だったんだよね、12番、はい、でばらけやすいミチュアルになった17年がねルミナスウォリアー12番、タマオベストプレイ14番、はい、これの 1,2 着、はい、この3頭以外の連帯馬17頭って全部1番から9番なんだよね、うん、ほんとね函館での芝200016頭立て外馬券にならない、はいはい、ほぼ枠順でね決まっちゃうみたいなもんのところなんで、うん、なるほど、はい、だ本当本命に決めてる馬が大体ね、あの週中からある程度こっちは予想してるじゃない、はいはい、で枠順見て、アイターになるかヨッシャーになるかなんて、はい、本当運任せなんだけど、さすがに挽回するケースもありますよね、だからね、うん、もう出た瞬間にね、さすがに14から外なんか引いたら予想変えようかなとかね、はいうんはい、うん、そうですね、どうしてもそういうこと思うので、はい、
じゃあちょっとその他の、まあ、マルカウディ量についても一言。まあ、カウディーリは能力だけだったら、ここでは、まあ、一枚上だとは思うんですけど、なんせムラッケがあるというか、乗りづらいんでね。で、まあ、成績が示す通り、1と惨敗というか、負けをまあ、そうで繰りすね。返してるんで、まあ、勝つ今回そかう考負えるとける1か。の順番なんですけど、はい。まあ、ちょっと乗りづらいっていうところを鑑みると、少し、どうかなという感じなんで、まあ、藤岡ジョッキーはね、この馬のことよく知ってるんで、2戦2ま勝だあまあ、ね。いいと、まあ、ね、おいきの、木曜日のおいきの感じもすごい呼吸が合ってて、ちょっとかかる馬なんですけど、呼吸が整ってたんで、まあまあ、能力は発揮してくれるんじゃないかという感じ。ただ、効果があるんで、ちょっただ、と信用できない部分もあるかなと。やっぱりこう木村さんなところがあるわけですよね。もう乗り方難しいですよね。抑えていくのか、先行してる時も、なんかどうも無理、行っちゃってるっぽいんですよね。傾斜っていうか、関係者の話をすると、ももう抑えが効かなくてそういっちで、ゃっわって行っちゃって、まあ、力ずくでやっつけてるって感じなんで。で、力ずくでやっつけられるかどうかってことですよね。なんか、まあ、枠的には最高のとこ最にいた高んでですよね、ね。力ずくでやっつけられちゃう可能性はあるんですけどね。あと、その滞在もプラスになってるんじゃないですか？まあそうですね。馬は割とね、カリカリしやすい感じなんで、まあ、勝ってるときはね、滞在多いですからね、小倉にせよ、札幌にせよっていそううです感よじなんね。で。なるほど。では、黒三角のベストアプローチについても聞きますか？これは、あ、じ聞いちゃあ、ゃったよ。武田さんの本気なんで、武田さんがでは、そうですしていね。ただければ。さっき名前出たトーラス・ジェミニ・カウディーリオ。気になるのはやっぱり4歳なんだよ。まあそうですね。まあ函館記念といえば、実は高齢馬結構活躍してますからね。本当に今年の4歳重 賞勝たないでしょう。よく人気裏切るんだよね。まあそうです先週のね。七夕賞でもそうだったし。やっぱカウディーリョも、ねえ、2400万ってことは、一昔前なら条件馬ですよ、今。4歳のオープン馬っていまいち合ってんなんてんだよな。ということで、なるほど。まずこの辺を丸とか黒三角に置いてから俺予想始めたんだよね。で、本命6歳のベストアプローチ。まあ、恥を忍んで言うとさ、4走前。4走前というか、まあ今から言えばもう3年前になるのか？休みがね、めちゃくちゃ長いあれでしたからね。奇跡の勝った菊花賞で本命してるんだよね、おお、実は。はい。よく覚えてますね。それは自分の恥は覚えてるよ。いや、なんでかっていうと、まあこの時もう菊花賞当日かなり馬場が悪くなりそうだと、まあさすがにここまで悪くなるのは予想してなかっそうたけどね。ね。で、ベストアプローチのお父さん、ニューアプローチ。ガリレオの系統なんだよ、これ。だからもう馬場こなすんじゃないかと思って本命にしたんですけど、からっきしダメでした。あそこまで悪くなるとはね。まあ数年に一度の道悪だったからね。まあそうもとですもね。この年翌年の天皇賞が北サンブラックそうのそう、ね、道翌週悪ので、ね、そうそう。まあちょっと数年に一度みたいなのが2回続いちゃったけど、まあ菊花賞でも本命にしてる馬で、まあその後ももちろん気にはしてるんですよ、かなり。で、まあ3走前、まあこれも3走前って言っても2年前の話なんだけそうですど、ね。尼崎ステークス、負かしたのがポポカテペトル、その前の菊花賞で3着だった馬。で、2走前、まあ何度も言いますけど、これも22年年前なん前。ですけど、これメトロポリタンステークスで勝ったんだ。まあだからオープンいきなりね、昇級戦で勝ったんですけど、この時の2着、これ赤丸つけてる写真の馬なんですけど、これね、ノーブルマーズなんだよ。この年のノーブルマーズって
このメトロポリタンステークス2着の後、目黒記念で2着、はい、宝塚記念で3着、うん、まあだから一番いい時だよね。そうですね。まあそれで、ああそれをまあ任したという馬の実力がまず一つ、はい、まあでもその後2年2ヶ月半の休養があったように、まあ いろいろねあったわけですけど、はい、まあまず屈腱炎ね、うん、それから去勢で立東藤原秀明厩舎から、関東に転厩しました、はい、で迎えた巴賞、はい、そんなにね見せ場のない競馬じゃなかったと思うんですよ、はい、まああのスローペースの後ろからでね、あの届くような位置ではなかったけど、まあ3コーナーから動いてって4コーナーはもう大外、まあかなりの距離ロスのある競馬でしたし、まあ試運転としては上々じゃないかなと、はい、何せそんな無理できるね状態にないわけだから、ね、まああのこの前の米子ステークス最初使う予定だったけど賞金的にちょっと入ら、うん、全然入りそうにないということで、まあ乗り込みはある程度進んでたみたいですが、はい、まあでも実戦をねこれだけ長い間遠ざかってこの内容なら休み明け2戦目で激走ないかと思って、はい、菊花賞の本命を再びここで、おお、もう単勝全部10倍以上つくでしょう、わあ、そしたら全部取り返せるでしょうと、逆転になりプラスになりますね。もうレイエンダが人気のこのメンバーなら、うん、レイエンダに関してはこの前もね喋りました通りもう早熟だと思って評価は上げません。はい、以上です。はい、私はあの先ほど木津記者が、2番目に説明してくださりましたカウディーリョ、これを本命にしたいと思います。まあだからこういろいろ私も木津君に聞けたんですけど、はい、はい、まあそのね精神的なもんが大きいんですよねやっぱりね、この馬は。だからあの力が発揮できるかできないか、実力を出しきればあの絶対にいい結果になるかなというふうに思います。でそういう意味ではやっぱり滞在もプラスだし、あと藤岡雄介ジョッキーっていうのもいいし、で藤岡騎手って函館いいですよね、うん、そうだからあこういった感じでいけばカウディーリョいいんじゃないかなということで3連複の軸にこの馬を押したいと思います。相手はバイオスパークと8番のベストアプローチ、10番のトーラスジェミニ、そして12番のプレシャスブルーでマイネルファンロン、まあ大外なんですけどね、まあ一応入れました。はいはい、はい、ということです。はい、あの調教とか見ているキズさんからすればこの予想はどうですか。はい、うん、ベストアプローチはいいですね、うん、あの反動なくて歩様なんかも柔らかいですし、うん、でまあたけし君ね、横山たけし君、うん、はい、まあ乗れてますよね今回ね、うん、乗れてる、もう時代の流れを感じますね。そうですよね、横山たけし、壇野君、あの亀田とかね、もうこの前の世代を知ってる僕からしたらもうそうですね、時代が変わったなという感じです。まだ気になるっていうぐらいですからね。いや私たちもさ、あの譲りますかそろそろ。そうね、そうね、まあ、なんか顔と名前が一致しない若い子たちがどんどん出てきちゃってっていうそんな感じですもんね。竹志くんに聞いたらですね、あの僕正直言うと、うん、2歳ステークスの方がねちょっと興味あったんですよ。ダートでレコード勝ちしたんですね、はい、あの馬ね、はい、あのルーチェ道路なんですけど、はい、で芝でやってねすごい動き良かったんですけど、はい、まあ、それを聞きに行ったらこっちじゃないですかって言われたのがベストアプローチなんです。一発あるならこっちでしょって言われて、なるほど、なるほど、武田さんには朗報ですな。はい、はいはい、今行けてる若手の推しなので、そうですね、はい、分かりました。はい、動きも良かったです。はい、ありがとうございます。函館から、はい、わざわざありがとうございます。はい、はい、遠く函館からです。そうですね、はい、ということで木津さんがトーラスジェミニ、そして武田さんがベストアプローチ、そして私がカウディーリョを本命といたしました。ぜひ参考にしていただきたいと思います。中京記念もございますのでそちらの方もぜひ頑張ってください。ということで今週はこの辺で失礼したいと思います。
頑張ってください。